それでは言語意味論2つ目の論文に入っていきます。この論文を理解するにあたってはいくつか予備知識が必要ですのでそれを先に説明しておきます。えー、言語学を履修した方はですね、えー、まあ埋め込み文があるような 文ののの構造はまあこのようなものであると習ってきましたセンテンスがあれば NP と VP に分かれと VP があれば V と S' に分かれとでその当時、えー、いくつか問題があると、えー、話していました何かと言いますと V があれば VP に上がります N があれば NP に上がります こういった一連の約束と異なる例が二つあったわけです。それが S と S プライムです。この二つに関して言いますと、何かによって、えー、投射した結果 S になるとかですね、そういうことがなかったわけです。この二つが大問題だったわけです。 その後ですねチョムスキーという人が1986年頃ですねこの問題を解決しようと思ってこれもですね同じように何らかの投射であるとそう考えないと言語理論がすっきりしないということでしてこちらのような形に、えーまあ、新たな提案をすることで変更していくことになります。 つまりですね S というものは実は屈折語尾の投射であるとちょっと直感的には分かりにくいかと思います、えー、これ S って書いてありますけどこれ現在形を表す S ですけれどもこれの投射であるとそして S プライムはですねこのもともと C は利用していましたけれども C の投射 これを、S、とと。呼ぼうとそうしますと全部が x から x' あるいは xp への投射という形になりまして全部きれいな形になるわけです、えー、そこをまず理解していただいた上でさあ格の問題にちょっと入っていきたいと思います英語で「he came」といえばまあ正しい文ですけれども「まあ、h m came」といったらまあ全然 よく分からなない誤った例になりますこのことからですねどうも英語におけるあるいは人間言語における名詞あるいは名詞句というものは正しく格をもららわなななければいなないととうことがまあ分かってきますでその「格をもらう」という考え方ですけれども、えー、こちらで見るよりもちょっとこちらで見た方が分かりやすいのでちょっとこちらで見ていきますね。 His sister というのは、えーまあ、このようにまあ一旦書きますけれども Him's sister とかですね、えー、He's sister というようには言えないわけです。絶対に His sister と言わなければならない。それでですね、えー、この考え方ではですね実は ここのところに存在するあるいは生じる「ひ」というものは実はこの「ず」例えばここは「ジョン」であれば「ジョン」「ズですけれどもこの「ず」によって「ひ」が「核をもらい、まあ、ここでは融合しながら「へ」「ず」となるとこのように考えるようになってきています核はですねこの場合でいきますと D からもらっているというわけです。あるいは、えー、they saw him で、they、まあ、C とありますけれども、これは絶対に them とならないわけです。あるいは there もなりません。となりますと、これと同じように、they というのは過去時世、まあ、C は過去時世に,ここになりますけれども、この過去時世から 角をちゃんともらっているから「税」になるんだとそういうい考え方ですちょっとここで見ていただきたいのはあなるほど「角ってものは何かこのような要素があって左手に「角がまあ割り振られきちっとこの形が「ひず」なら「ひず」になると。こちららも過去時世から 左手に角が付与されてゼムではないゼアではないゼイになるとさあそうしますとですね一つ問題が起きてくるわけですそれはヘムこの目的語目的角あるいは対角といいますけれどもこれがちょっと問題になってくるわけですえー、もう一回いきますよ このケースでは D から格をもらうこのケースではインフレクションから格をもらうそして実はディ m i ミ e r 決定詞とかインフレクションというのは範疇はですね、名詞やア、ケーといったたくさんあるようなものではなくて、まあこういうところしか現れない、ちょっとしたものです。このようなものを ファンクショナルカテゴリーズといいます。機能範疇といいます。その他の名詞形容詞などは、レクスカ e g o ゴリ e s たくさんあるようなものです。語彙範疇といいます。このことからですね、書くというものは、ファンクショナル g o ゴリ e s からもらうということがどうも正しそうだと見えてくるわけです。じゃあ、この辺ム。 このお隣にある C から一見角をもらっているようです。目的格ある体格対角ですね。ところが、これと方向が違うし、こちらですよね。方向が違うし、しかも、b i r h はたくさんあるものです。これは、lexical、え、categories、ー、語彙範疇です。これ、これとですね、 これがまた一致してこないわけです。そこでまたチョンスキーという方がですねじゃあこんなことが起きてるんじゃないかとつまり Verb というレキスカルキャテゴリーの上にまあ見たことないようなものですけれども、まあ、小文字で書いておきますね、えーまあ、Verb のまあ抽象度が高いようなものこれを仮にファンクショナルカテゴリーと仮定しまして これがですね、えー、うまいことこの「ひへんに角を与えてるんじゃないかこれもちろんこのちっちゃい「V」は見えませんからねで,でもどの道ここにあってもこの「ひへんは右手にありますからそうしますとやっぱり合わないわけですこの左方向に角を与えるということに関してそ,しそういうわけでしてジョムスキーはですねここに「ひへんがあればちょうどうまいことほら 左手に与えられるとそしてこれもファンクションのカテゴリーだということでして私たち、まあ、英語話者の脳の中で,ですね、まあ、見えないレベルで「ヘムはこの辺りにどうも存在しているんじゃないかそしてこの見えないファンクショナルカテゴリー「verve」からこういう方向に核をもらってるんじゃないかと。 そのよよううにに考えるようになってきたわけですもちろんこれが正しいかどうかはまだ分かりませんけれども、まあ、仮にこう仮定しましょうそうしますと「くっていうものは d i small v のようなファンクショ a t e g ゴリー機能範疇からもらうまあ名詞ですけどね名詞あるいは名詞句は、えー、このような ファンクショ a t e g ゴリ y から核をもらうということがまあ言えるわけですさあそこでこの論文ですファンクショナルカテゴリーズというのは核を与える力があるということが分かってきたわけです私たちは他にもう一つファンクショナルカテゴリーズファンクショナルカテゴリ知ってますよ カンロマンタイザー。これはレキシカルキャリゴリのようにたくさんないですレキシカルキャリゴリは名詞とか形容詞とか動詞とかもたくさんありますカンプラマンタイザーととかですね可動化 vet w e t h e r ぐらいしかないです非常に少ないものですねこれも functional c a t 機能範疇そうしますと 次のような問いが上が上っていきます。この C というのはこれらと同じように核を与える力があるのかどうかこの論文はこの問題を扱っていますそれでは楽しんで読んでいってください